なんこれ、ゴミ箱の後ろ、ゴミ箱の後ろ、いろんなゴミ箱を調べてみる。ゴミ箱の後ろ、これか。ゴミ箱の後ろ、ゴミ箱後ろ、ゴミ箱後ろ、ゴミ箱後ろ、違う、後ろ調べる角度の問題じゃなかった。ゴミ箱後ろ、後ろだってここゴミ箱めっちゃあるんやけど、違う、あった、何かあるな。写真、写真いっぱいあるね。何かの受け渡しをしているな。例の薬か。顔は写ってないな。ね、メイドの手の甲の上あたりにあるマーク、それで少し隠れているが、これギャグなもんだな。ギャング、女ギャングだったん、あの人の、あの中の一人。そんなヤバい人間曲がり込んでるの、あれギャン、ギャン、エフィーナ、お前モビルスーツのギャン知ってるの？マクベ大佐が乗ってたやつ知ってるの？よくガンダム知ってるな。ガンダムトークだったら俺に任せろ。6時間ぐらいバンバン喋るぞ。悪い奴らが集まるグループ、このギャング団はこのマークを体のどこにかに入れるようになってるんだ。そうだな、左手の手の甲に入れるやつが一番多い。うん、このマークってメモを渡している写真もあるな。少し小さいが、秘宝を手に入れた、謝礼はまた後日リーダーと。ギャングとの取引、あの黄金の秘宝とかというのもそっから手に入れたもんだったか。そうか、ここはその近くだったか。え、もしかしてメイドじゃなくてウィルバーがそのギャングだ。だからその黄金のやつも奪って、それを見つけた、その話を聞いたバタフライが盗みに来たって感じやん今回。そういうこと。え、ここに来たことあるの？ここは裕福な町だが、そのすぐ隣にはスラムっていう貧困街があるんだ。シード？いや、なんでもない。一度この写真をあっちのメイドに見せてみよう。きった、これで残りの二人からどちらかっていうのを絞れそうな気がする。どっちだろう、ボブなのかツインテールじゃないわ、ポニーテールか。ポニーテールとボブのどっちだ。おい、もうボブ、ボブ、お前の名前今日からボブな。これか、これはな。どうかした？え、違うの、こっちか、こっちの方か。ポニーか、馬やろうか、馬面。この写真に見覚えは？いいえ、ないわよ。あったら犯人になっちゃうじゃない？なぜ犯人になっちゃうって思う？それでは、左手の手の甲を見せていただけませんか？ええ、別に構わないわ。ほら、どうぞ。マークはない。ということは、あのメイドが嘘をついていたのか。こちらの写真に写っているメモ、筆跡なので誰のものか分かったりしないでしょうか？小さすぎて見えにくいわね。現物があればわかるかもしれないわ。なるほど。当主様の病気について何かご存じなことはありますか？病名とかは知らないわ。でも治りにくい病気らしくて、良くなるどころかだんだん悪くなっていってる気がするの。あんなに元気なのになんか悪い部分あるん？悪くですか？ええ、他の使用人も心配しているわ。もうこれでわかったんだよね？そうだな、あっちにもこの写真を見せてみるか。こいつなんかな、このボブ、ボブなのか、犯人はお前ボブなのか。反応がない。てかさっきと違う反応だ。さっきはどうかしたってさ、よっしゃ騙せたって思っただろう。俺がポニテの方行った方行った時によっしゃ騙せたと思ったら帰ってきてまだ見せられるんやけどさ、こんな顔になるわな。こちらの写真に覚えは？いいえ、ないわよ。じゃあなぜ一泊置いた？では左手の手の甲を見せていただけないでしょうか？ええ。あれ、何もないよ。なんと。あら、どうかしたの？そんなことより早く犯人を見つけてくれないかしら。はい、失礼いたしました。嘘が形になった気配は？ない。嘘つきがちゃんと嘘だって認めないと形にならない。嘘じゃないよ、ふふんって言ってるなこのボブ。ならちゃんとした証拠、
薬が入った状態の薬箱か、あの写真に写っていたメモか、そいつを見せればさすがに認めるだろう。あのメイド服が置いてあった部屋、あの部屋をもう一度調べるか。ってことはもう大体ボブが犯人っていうことは確定なんじゃ。あとはもう相手にもういつまでか来てるアイリスちゃん、アイリスさん、お二方こちらにいらっしゃいましたか。ニール様とも連絡が取れ、今1階で一般人の安全を見てもらっています。来たんだ。ニールって隊長さんやろ、入れたのか。かろうじてです。ブレッド様の能力で通過が可能なところを分析しましたが、その後すぐにあのドロドロが増えてしまい、これ以上の出入りが不可能となってしまいました。だから私も屋上へ向かおうとしていたのです。そうなんじゃ。ここは通れそうにないだろう。ええ、それで困っていました。少しここで待っていてくれるか、力を借りたいんだ。はい、構いません。薬が見つかったらアイリスにどんな薬か調べてもらうか。心強いぜ。この分析するドラゴンめっちゃ心強いっすね。できればさ、このメイド服の分析してもらってさ、 DNA とか調べてほしいんですけどね。メイド服2着もあるぜ。薬のあった場所券、こっちか。こっちやったっけな。なんかないかな。なんかないかな。なんかないかな。あ、そもそもこの部屋だったっけ、この部屋って言おったっけ。そのあたりすごいうろ覚えである。あれ、箱が見つかった場所だったっけ、あれ。え、ちょっと待って、俺どこって言おったっけ。すごいうろ覚えなんやけど、さっきのことなのに。え、どこやったっけ。すっかり忘れた。お、どこか怪しいところはないか。ぬぬぬぬぬぬぬ、あ、見て、ここ分かりにくいけど外れそうだよ。な、厳重な隠し方してるやん。矢神ライトがデスノート隠すようなトリック使ってるんじゃないのか、それは。それ、さっきのゴミ箱に入っていた薬の箱と同じやつ。ああ、ビンゴだな。これを見、あの調査隊長に一度見てもらおう。アイルスちゃーん、この箱と見てどう思う。お薬ですか。そう、この薬がどんな薬なのかを調べてほしい。お安いご用です。この程度ならすぐに完了しますよ。ぐぬぬぬぬぬ、ちょっと女の子の間でぐぬぬっていう言葉が流行ってんのか。えひみなもさっき言ったぞ、その言葉。わー、すごい顔。すごい顔なんやろうな、多分水で頭が濡れたアンパンマンみたいな顔したんだろうな。まるで威嚇をする。それさっきもやったでしょ、二度もみんな言わないでください。これは毒ですね。毒、完全にギャングじゃないか。さっきそう聞いたけど。毒？ええ、しかし即効性はありません。じわじわと体を蝕むタイプですね。え？ってことはさ、ウィルバーの体にこの毒があるんちゃう？で、病気とか言いながらもさ、本当はこの毒で蝕まれとったん？そういうこと？え？そういうこと？メイドが、あの4人の中の1人のメイドがギャングで、そのギャングが金目当てのためにウィルバーを殺しに来とうってこと？メイドとして潜入して、そういうこと？これを毎日飲み続けたらどうなる？この量を1日1袋とすれば、そうですね、1ヶ月ほどでかなり弱った状態になります。そうなればその後1週間以内には死亡する確率が高いですね。十分だ、助かったぜ。立派な殺人事件ね。殺人未遂つうか、もう実行中でないか。これでここが通れるようになるんです。そうだな、多分もう少しだ。あとはあのメモか。メモ探さなあかんの。ああ、そう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 。そうやな。メモも一緒のところあるんかな。メモは別の部屋かな。あ、でも紙くしゃくしゃのところに一つぐらい紛れ込んでそうな気がするんだよな。くしゃくしゃの
1年生顔がくしゃくしゃの1年生みたいな感じになったんで。え、ないのここじゃないの、戻れそうにないんだよ、依然としてまだ戻れそうにないんじゃ。どうするん、このままこれをお店に行ってもまだ知らばくれ。お、今日もありがとう。あ、これはえ、お、進展した。なんか展開が違うかなって思ったけど、そこのメモの用紙の山はあまり希望がないか調べてみるか。山、え、どれ、これ、あ、これか。全部新しいメモの紙だね。あのメモどこにもないな。どこにもないなら作ればいい。え、いいか、今から話しかけるんじゃないぞ、集中するからな。え、ギタンってトラップみたいなことしようとしてるな。証拠を自分で作り上げて鎌かきこっていう話か。嘘の証拠を作ってさ、鎌かきようと。ふう、わあすごい、本物は見たことないけど写真だとそっくりっぽい。写っている部分が小さくて時間かかっちまったが、これでいいだろう。突っ込まれた時は突っ込まれた時だ。行くぞ。えげつねえよお前、偽物の証拠を提示して鎌かけるとか、えげつねえよ。パパ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 って感じになるぞ。今のコナンのな、犯人バレた時のやつね。ねえ、犯人は分かったの？いろいろ聞き回ってるんだけど。ああ、はい。今から陣を追って説明します。心の当主様と必要以上に親しい。連絡のやり取りを頻繁に行っていたメイドがいたのは確かですね。そのメイドって、左手の手の甲に赤い雲のタトゥーがある方。このタトゥーはこの町の近くにあるスラム街を拠点として活躍するギャングのものです。ギャン、また君もギャンって言うのか、君もガンダム知ってるのか。その女の子っぽいのにも裏腹に結構ガンダム好きなんだな。君ともなんかいろいろ喋れるな。やっぱり電話番号交換しないか。つまり当主様はギャングとつながり取引をしていた。ん？取引しとったん？え、当主の方だったん？ウィルバーの方だったん？あれ？俺女の子がギャングの一人かなと思っとったん。その推理は捨てる。あそこのギャングのリーダーはお金さえ払えば何でもやりますからね。今回パーティーのメイン、黄金の秘宝もギャングの力を借りて手に入れたものだと思われます。だからバタフライに狙われたってことか。そのメイドですが、あの、ってことはさ、今思ったらさ、俺がパート1とかパート2かどっちかで言うたらさ、どこで盗んできたんですかって的を射とるかな。おお、相当ショックなようですね。もしかして全財産はたいて買ったのかしら。いや、買ったのかもわかりませんね。もしかしたらどっかで盗んできたやつかもしれませんからね。マジかそのメイドですが、あなたの方のメイド服を着ていた。この方のメイド服を着ているのはあなた方4人のみと伺いましたが正しいですか？ええ、そうですよ。ご主人様は多趣味多趣味なので悪くないなウィルバー悪くないな。こういう裏の取引やっていない人間だったら友達になりたかったないろんな種類のメイド服があるんですよ。多趣味、メイド、猫耳、変態。違う、エフイナ。その変態は変態でもね、紳士って読むんだよ。なるほど、ありがとうございます。そして、こちらにあるメイド服。こちらのポケットに、宝石が入っていました。大きさなどからかなりの値打ちのあるものでしょう。そして、こちらが当主様が抱えたと思われるメモ。今日もありがとう。またあそこにあれを置いたよ。こちらは当主様の字で間違いないでしょうか？ええ、確かに。この癖のある艶やかなかな字はご主人様のものだわ。艶やかって言ってけどね、この二人から見たらさ、おいら二人から見たらさ、めちゃくちゃ汚いって言ってたけどね。え？突っ込んだ。エフィーナ突っ込んだ。このメモのあれとは、
内容から見るに報酬のことでしょ。このメイドとはよくやり取りをし、その謝礼に報酬を送っていた。その報酬がこのメイド服に入った宝石とすれば、ここまでの話がつながるかと。なるほどな。報酬でもらいよったんじゃ。それで結局そのメイドって誰のことなのよ。そうよ、結論から言いなさいよ。音乗っかった。犯人候補の人も乗っかってきた。このメイド服を着ている4人の中、そしてこのサイズを着用しているのはポニーテールの方、そしてボブカットのお二人のみ。君の名前をボブと言うぞ。え、わ、私は違うわよ。私だって犯人じゃないわ。落ち着いてるな、この子。だってタトゥーも見つからなかったんでしょ。ちょっと待って。いやいや、タトゥーの話はしましたな。何やったっけ、シドがしたゲームタトゥーで、まあ、はい。しかし、こういったものを見つかりましたよ。え？てんてんてんてーてれれれれれ。もういいや、これ。あ、それって、さっきのメモの続きとかです？そうですね。先ほどは当時様のものでしたが。秘宝を手に入れた。謝礼はまた後日、リーダーと。こちらの相手のメイドのものです。犯人がお二人にしてもらえた今、どちらかが書いた字かは容易にわかるのでは？とか言いながらも、これは、実は、コピーしたものです。シドが、これ、あんたの字じゃないの？バレてるやん。え？逆にバレたからこその、自分、え？違いがわかるっていうことは、ってことかな？え？そうですよ。これ、あなたのじゃないですか。というわけで、犯人はあなたで間違いはないでしょうか。デム、タトゥーが。先ほどは言いませんでしたが、ファンデーションなどで隠している可能性もありますよね。くっ。クレンジング量なら、私のポケットの中に入ってるわよ。どうでします？試してみますか。タラララララ、タラララララ、タタタ。もういいって言うたね、またやっちゃった。そうや、私よ、何一緒にいたくらいで猿みたいにわめいちゃって、ちゃんと処分しておけよって言っておいてるのに残してるなんて、あいつの頭も中も猿なの。ふっ、わー、かっこわい。あんな柔らかいモヒカン男の興味なんてないっての。うちのリーダーの方がよっぽど男前だわ。あんたらは趣味悪すぎよ。な、なんですって。犯人が分かったところで、もう一つだけ。これ、当主様に渡していたお薬のようですが、調べたところ内容は毒でした。これは一体どういうことですか？ああ、それ、リーダーに渡せって言われて、毎日にモヒカに渡してただけよ。最近、入金が滞っているみたいだし。そりゃ、毒をもらえても文句は言えないんじゃない？バリバリ言ってるやん、この子。犯人でバレた瞬間バリバリ言ってるやん、この子。ボブ、お前。本当にギャングの仲間なのね、あんた。怪しいとは思ってたのよ。掃除も洗濯もろくにできないわ。歩き方も下品だわで。そんなところでメイド失格って思われてんのか、お前は。はぁ、便所とか臭くてなんぼでしょ。服なんて同じく着てればいいっての。本当、女ってわからんな。いや、視聴者さんの中に女性の方がおったらさ、一緒にしないでくれっていう思うだろうけど、こりゃ俺当分結婚したくないな。どうだろう。すごい言い争ってる。まあ、ギャングと関わったらろくなことにはならないってことだな。でもあの人嘘だって認めたから、これであの怪物食べられるね。あ、あの目玉の。まあ、頑張れよ。ボブ。近づいちゃダメな人間になっちゃった。このブルルギャングだなんて怖いです。許さないわ。お前もギャングじゃないのか。言葉遣い的にお前もギャングじゃないのか。ただ口悪いだけか。結局のところさ、この4人の中でさ、一番愛嬌も出たんこの女の子だけなんやけど、おとなしい女の子だけなんやけど、この女の子も女の子も、この女の子も女の子でさ、裏では BL 好きとかさ、だったらさ、俺
どうしよう、将来的にどうしようってなる。だんだんと増えて固まって、ぐぬぬぬ。終わろ。どうにもちょっと、うん。というわけで今回はこの辺で、まあいっか。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。パパ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